はい、後半戦ですね。今日は休みなのでゆっくりですねということで、今日封筒のお話をちょっとさせてもらっております。はい、で早速、画面に今映り込んでいるものではありますが、もし僕はとっとと消しましょうか。ありがとうございます。でその内容をですね、いつものように動画の方でちょっとさせてもらえればと思っております。なんか後ろでガサガサ動いてますね。最初に見ていただく動画は、これは二色機、何でしたっけ、難しい名前もありましたよね、高速二色デジタル印刷機、もう絶対覚えられませんねの以上、動きなどなど印刷の流れですねをちょっと見ていただきたいかなと思います。で今映り込んでいるの、これははい、どうぞどうぞ。で今紙をちょっと封筒をセットするところです。はい、はいはい、封筒をセットしまして、この映り込んでいる手は誰なんでしょうかね、全くで今枚数を入れて、はい、見づらいですね、コマ送りみたいな感じで言ってますね。入ってますね。おっとっと、もうすでに仕上がってる状態です。この場合は一色ですよね。これ一色ですね。もともと今無地になっていたものにも、今ちょっと左下に見えるその円、丸くなっているのも全部印刷 させているという形ですよ。そうです。お、1枚取りましたね。これ印刷したての時にはインクつきますよね、確かそうですね、まあ、こういう感じで、そうですね、ができていきます。なるほどですね、これが今豪快に請求書とあるんですが、うちの会社ネットライフの封筒になりますね、これを見た方は、お支払いよろしくお願いしますということですね、はい、今1色で、仮に先ほど2色っていう場合で、はい、もう色を組み替えることもできるということになりますよね。そうですね、これを黒にしたり、赤にしたり、例えばロゴの部分だけを赤にしたりということですよね、はい、で今ちょっと映り込んでいるこの今ビニールのような左上、これはですね、これ長さんというサイズなんですけど、はい、長さんのセロ窓付き、はい、はいはい、はい、そうですね、封筒ですね。そうですねって、知ってるなら聞くなって感じですよねというので、請求書とか、宛名がこちらにプリントされて、見えるようになっているという、そうですね、だからでも外に、手書きなどなどで書くとですね、結構な時間かかっちゃう場合もありますので、もともと中に入っている請求書などのその伝票類にも印字されているということもありますので、それが見えるようにということですね。一石二鳥という形になりますね、はい、こういった伝票、意外と知られてないまでは、知られてないのかな、こういったもの一応クリアになっている部分もありますよと、伝票の紙だけ色違いだけっていうわけではないので、はい、そういうこともあります。これが今二色機、高速二色デジタル印刷機ですね、すいません、はい、使っているということです。そうですね、でその次に見ていただくのが、何でしょうか、インクジェットプリンターですね、はいはいはい、じゃあ早速、さっきとタイプは似てますよね、なんか大きさといい、そうですね、あれ違うとこ、すいません、ちょっと出しゃばったまででしたね。で早速動きを、基本的なものは一緒ではありますね、もしかしてもう印刷して終わった状態で、じゃあ、ではないですね、はい、今からセットします。はい、また手垂れさんがいましたね、はい、とずっといろんなもの上に乗ってますね、そこは見ない、そうですね、ペロッとも出ちゃったんですけれど、実際この連続
というなんかイメージ通り、なんか一個ずつ一個ずつですね、インクジェットのまあカラーの。スピード印刷が、印刷のスピード自体が遅いですね。さっきも言ったんですけども、やっぱり家庭用のプリンターと近いものがあります。そうですよね。お家で使ってるプリンターって言ってもインクジェットがもう主流というか当たり前になってますので、まあ、これがあの、まあ、インクジェットプリンターで出した場合、まあ、カラーが出せますよということになります。で最後にあれどういった、最後にちょっと見栄え的にやっぱり一緒だねっていう形でありますが、ちょっと上の方にモニターがついてる感じですね。ちょっとこれがレザープリンター。はい。レザープリンターっていうのはですね、さっき説明し忘れたんですけど。ああ、はい、はい、お願いします。お願いします。まあ、ドラムっていうものがあって、まあ、インクが、まあ、何ていうか、粉インク、トナーっていうので、はい、でそのドラムと、粉インク、ドラムで、粉インクを熱と圧力で、用紙に定着させるっていうものがレザープリンターっていうものですね。はい、その熱と圧力っていうものを使うので、まあ、いろんな発色もすごい綺麗に出ると。で印刷速度もまあ速くていいんですけども、トナー自体がちょっと高価なので、やっぱり料金の方が割高みたいですね。そうですね、まさに今うちうちの内容まで全部説明していただいたんでそうです、トナーが高いんですはい、ということで、まあ、早速動きを見てみましょうか。で、まあ、基本的に一緒です。まあ、セットしているものは大きな大きなものですね。さっきとは違いますけど、まあ、移植機に比べるとやっぱり遅いんですけども、うん、まあ、さっきインクジェットよりは若干早いんですけど、うんうん、あんま変わらなく見えますね。そうですね、気持ちの分早いと思っていけば早いかもしれません。で、まあよいしょという形で、まあ、色が綺麗に出てますねという、すごく綺麗にはっきりと。そうですね、はい、このデータネクスト左側のロゴの真ん中の球体もしっかり輝きもあり見えてます。あ、いつの間にかスタンバっているって感じですね。そうですね、大小問わずともカラーは可能であるという形です。ちなみに今気づいたところ突っ込んでいいですか。はい、あの右側の方は右、マス目というか四角いマス目がないですよね。あ、郵便番号。そうですね、そうですね、あの郵便番号仮にそこも印刷することができるということですよね。中にはないものもありますし、もともと印刷されているものっていうのもありましたよね、確か。隣の長さのやつは、もともとこれはプリントされているものですね。はい、そうですね、はい、まあ、そういうこともできるということなので、はい、というまあ動画の中で進めていきました。あ、動画どんどん消していきましょうね。トントントンと消して、あれ出てこない。でこちらの方ですね、まあ、その料金の方、料金がいいんでしょうか、各種比べの方がいいんでしょうか、こちらがいいですか、どっちがいいですかね。こっちはそのさっき説明したものと同じなんですね。はい、ざっくり料金の方、はい、行きましょうか。よいしょ、もう今見ていただいてるこの料金表というのは3種類のうちの、これはですね、2色機の方の料金表になってます。はい、サイズ長4長3、はい、角3角2、まあ、これは封筒のサイズですね、うん、になりますけども、とあとは、まあ、一番上のクラフトカラー、うん、アクトンカラーっていう3種類なんですけども、はい、これはまた封筒の色というか、はい、種類っていうか、色って言ったらいいですかね。そうですね、もう色と見ていただいた方がいいですね、っていうものになります。この辺そうですね、先ほども始まりでちらっと本当にチラ見なんですが、封筒見ていただいたんですが、実は種類や色がもう様々ありますので、これまた次週に向けてちょっとご説明をかけながらという形ですね。まあ、その時に今封筒の今輪転機、まあ、2色機の印刷
なんですが、こちら以外の、まあ、インクジェットとかレーザープリンターの説明はその時にできれば、そうですね、できなければしません。はい、そうですね、すみません、自問自答しながらでいくということですね。はい、でまあ料金として一般的によく見受けられるのが、まあクラフト、ちょっと茶系のものになりますよね。そうですね、ちょっと言っときましょうか。何かの目立った、じゃあクラフトの100枚1000枚、一般的なもので、そうですね、長さが多いのかな、はい、長さは A さんを見積もりして入れるような、はい、ですね、はい、で100枚で、まあ、2880円、1枚あたり 28.8円、ん、長さんクラフトですね、長さんクラフトが100枚で2880円、1枚あたりが28.8円。ごめんなさい、僕が見るところ違ってました、長読みでましたね、ごめんなさい、あ、長さんって言ってましたね。そうですね、ゴールデンウィークとか、まあ、1000枚になると、まあ、9140円、1枚あたりの単価が 9.14円、だいぶ安くなってます。はい、その下でまた、角煮封筒、よく使う角煮封筒はこれは A4 の用紙が入るサイズですね。はい、で、まあ100枚で3550円、はい、で1枚あたり 35.5 円ですね。で、こちら角3角に大きなものだと、あの500枚100枚と500枚単位の料金になるので、うん、まあ、こちら今度500枚の場合は、うん、角にですね、500枚の場合7390円ですね、はい、1枚あたり 14.78 円になります。なるほどですね。はい、で、まあ、その例えばもう角煮を1000枚という場合であれば、この単純に2倍ぐらいの金額を考えていただければという形、あとはまあカラーに関してはまた次回でちょっとご説明させながらのちょっとお話になるかなと思いますね。わかりました、じゃあまあお時間も来ておりますので僕を映し出してください。あ、こんにちは。ということでですね、まあ、今回はまあ封筒の第一部、1回目、あ、何か映ってきましたね。してやったりの顔してる人がいますね。そうですね、まあ次回にこの辺を見せていこうかと、あ、見てもらってますね、ご紹介していこうかと思いますので、まあその時にまあいろんなまたご説明プラスしてあるかと思います。はい、まあ、次回をまた封筒ということでお楽しみ、うまいですね。またしてやったりの顔してますね。ということで、ということです。最後にまたうちの連絡先だけ、まあ、僕の方から今日はちょっと伝えさせていただきましょうね。連絡先が、098-860-0009 番で、ホットプリントにつながりますので、どなたでも、伝えてください。何でも受けたまわりますので。ということで、次週をお楽しみにしてください。ということで、さようなら。